はい、皆さんどうもこんにちは。はい。今回はですね、はい、じゃあ早速冒頭で出しちゃってください。はい、出てー、もうちょい真ん中に、メインだからもうちょい真ん中に、そう近すぎるわ、はい、お前皆様、11月26日発売しました、はい、ドランザースパイラル、はい、スプレッドトランスでございます。トランスなんだ、クソかっこいい、やばいね。まあ色的には僕なんですけどね。まあなんでトランスかっつうと、初代のドランザースパイラルって、うん、トランスみたいに自分で手動で変えれたから、多分トランスにしたんだろうな。なるほどね、素晴らしい。あ新品な鉄ですね。そのうち指紋だらけなのに。よし、じゃあ、ね、ということで、サムネ通り、そうです、サムネ通り、ドライガー、僕の愛用ドライガー使って、あれですね、やっとお互い初代のメインが、ね、成獣が揃えましたよ。いや熱い。ドランザー VS ドライガー、ここら辺かな、そのボンドロックドライガーね。ちなみにそっちのロックはどうなの。ね、緩い硬い緩い硬いみたいな。ああ山がね、バラけてるのね。そんなバラ、結構でもね、硬いとこは硬いかな。私はスピードのシューターでいきたいと思います。私パワーランチャーでございます。オーケー、ヘビーランチャーだった、まあ、パワーだったかなって一瞬ちょっと悩んじゃった。高さこんぐらいに。オッケー、じゃあ早速行こうぜ。はい、もう全力、まあ、僕トランスだから。そうだよね、変えたい放題だよね。どっちにしようかな。タイマンには結構強い。バストしてた。手元でトランスやってる時に、ね、よし、こっちにしよう。あれあれだよね、トランスあるある。そうそうそう。一緒に回してパカンっつって。そうそうそう、いきまーす。竜回しだからね、言っとくけど。あ、そうなん。まあ、いや、いくよ。3、2、1、ゴー、スッ。あー、四十だー、もうかっこいい。やばいね。てか、なんかここブレてるけど、なんで。画面ブレてるけど。君当たった。うわ、俺は当たってないぞ。まあ、時給モードでございます。あ、時給、時給モードです。青かっこ、モドランザかっこいい。おっしゃー。鉄の部分でバーストされた気がする。タイトルになって、ドランザーの、おーおー、ワンロックね、ドランザーの動画なのに最初バーストしちゃった、ね、どうせ多分ドライが勝つだろう。じゃあ次はこっちにしようかな。真面目、もう負ける気しないからね。あ、またバーストしとる。おいおい、今度勝っちゃうよな。よいしょ、かかってこい。ちょっと待って、なんか緩い。よし、いくよ、3、2、1、ゴー、スッ。あー、シュートミス。あー、めっちゃ走るね。ダッシュした？してない。してないんかい。トランスだからどうしようかなって。あ、一応ここになんか指出てるけど、あれだよ、ちゃんと押さえてるだけだからね。そうそうそう。暴れたら困るから押さえてる。そう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 。おー、鮮やか。さあ、走って、なんか当たんねえな、おい。綺麗に、もう当たってもいい頃なんだけどな、もうこの鼻先5センチくらいだね。トランス意外と癖物だからね。癖物だね。こういうのが好きなんだよね。はい。まあ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 。で、何点マッチだよ。10、まあ10だね。はいよ。ということで今 3-0 だね。オッケー。これまた紙ねえから覚えてた時。俺は大丈夫。俺ら置いてるからダメだ。お前が取りにだな。日本人。はい。3-2-1ゴー。ちゃんと押さえてる。いやでも大丈夫でしょ。まあまあこれはね、暴れないからね。おおい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 。ボンドロック本当。ワンロック。ボンドロックすぎるでしょう、あの前の動画まだ出てなくて、これ多分飛ばしで多分アップされてると思うんで、うん、ちょっと紹介してもいいですか、ボンドロックの意味。ボンドロック、はい。あ、いや出てる出てる出てるっけ。俺がハッツってやってたね。ああ、そっか、カチャ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 で今 5-0 5-0。これはドランザー負けるかな。頑張って。おかしいな。3-2-1ゴーシュ。あのうちのドライがおかしいから。ボンドロック、ほんとボンド、なんかなんていうの、固まりかけのボンドついてる波になんかネチョネチョネチョっていう音がするんだろ。もうおかしいもん。鉄当たってもバーストしない。今のでいくつ？2。今ので2ロックなんだ。でも多分鉄弾いてるからかもしれないけど。うん。おかしいな。7ポイントです。おかしいな。頑張って。俺もなんかここで勝つのは申し訳ないんだから。頑張れないから。3-2-1ゴー。かわいそう、かわいそう、みずか、ああ。ポップコーンみたいにするのやめてください。
しゃぎ、あいてててて。今のどっち？ワンロック。まあ今のなしでいこう。はい。長くいこう。トランス変わってた。またあるあるだね。口当たりでぶつかるとね。そう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 。ちゃケツめくられてるね。3、2、1、ゴー。おっ。あラッシュ意味ないな。当たった。ラッシュね、トランスの場合もうこのくらい斜め。で壁に当てる感じだから今そこいい感じ。そうなるほど。そうダダンと落ちる感じ。っていうか自分でスタジアム使ってっから。ラッシュスラッシュシュートしかこの間練習してこない。相変わらず当たんないよ。ね。おい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 70。おいおいおい。どういうことかな。ワンロック。絶対おかしいんだろそいつ。答えとかの問題なのか怪しくなってきたぞ。なんかもうこれあれだよね、タカラトミーさんが間違って作っちゃったペイだよね。お前なんかツバつけたんちゃうの。ツバつけたら滑んじゃん。3、2、1、ゴー。おい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 おかしいってだから。ワンロック。はい90。みんなドライガーを当てよう。もうね、ドライガー当てよ、みんな。ドライガー強いから。いや、こんなネチョネチョしたロックじゃないと思うけど、顔。うちのだけだから変なの。3、2、1、ゴー。あのね、先ほどから思うんだけどね、このビヨンが俺にベシベシ当たってくるんだよ。よくやった。ビヨンベシンって。知らないよ、そんなの。まあ、もうここら辺で絡まるしよ。で、その間確かホルスが誰かを回したじゃないかな。そうそうそう。懐かしいな。てかラッシュしなさいよ。したよ。したけど結局起き上がっちゃうんだよ。話になんないね。ノーロック。11-0。これ本人めっちゃ辛いだろ。もうね、涙出てきた。俺そんなに。で、ちなみにですね、はい、おっとっと、今回なんと、はい、レッドレビルさんに、はい、サプライズがあります。まあ、一応勝負終わったけど、はい、何でしょうか。私は前からこのガチャガチャをやっていました。あ、こちらです。この小さいベイブレード。この小さいベイブレードをいつもやってました。はい、そこでそこで、はい、なんと今回レッドレベル3人もなんと、はあ、なんと、うん、2つ謎のカプセルを、ちょっと下を見せないようにね、うん、シューター付きの小さいやつ。そしてこちらもうすべて入ってます。ベイコードもシールもベイブレードも何でもかんでも入ってます。このカプセル。ベイブレード。だが、うん、私はこれをタダであげるわけ。いいこともあれば不幸も。ああ、なるほどね。それがそういうことでね。僕からの、はい、なんていうのかな。まとめてから言おうよ。サプライズの意味。まあ、とりあえずあげる。あ、はい、ありがとうございます。手に取って。で、中見て。中見て確かめていいよ。開封しちゃっていい。パッパパーン。ベイコードを画面に見せないよね。これ何。それはシューターのロンギヌスの。あ、ロンギヌスね。ロンギヌス。ロンギヌス12月28日だよ。あ、はいはいはい。シューターのつけるやつ。スプレーガン。さらにスプレーガン。それ画面に見せて。持ってないやつだ。あ、ミニも入ってる。で、そこに何度待って、シール貼ってないからよくわかんないやつもいる。シールも貼ってないのはある。これ、多分だから、それ画面に見せなさいよ。画面外で撮るんじゃなくて、はい、はい、ミニガチャのスプリガン 0x0x だね。そうですね。なるほど、じゃあこれ。そして、そっちにベイランチャー付きのベイブレード。あ、それ、ハサミないと、多分テープがあれなので、頑張って爪でカリカリ剥がしてください。おぉ、すごい強引に剥がすね。おうおう、うん、人があげたものをそんなばらかすんじゃない。ベイブレードどこ。あったあった。はい、これはなんだ、アンロックユニコーンかな。そうです。ほうほほう、付け方がわかんない。そしてまあ開封しましたね。もう後には戻れない。よし来い、この野郎。やってやろうじゃねえかよ。ですね、これどうやって付けるの、聖剣。普通に上からカツッと、上からカツッと、輪っかに、画面に見せて、画面に見せて。そう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 、はい、できた。あ、はい。はい。はい。かかってこいよ、ザコ。いや、そうじゃない、そうじゃない。おなんじゃない。そうじゃない。何、そうじゃないんだ。名前が忘れた。
名前が忘れた。欲しいものがあるんだ。おう、君のベイの一部が欲しいんだ。一部、はい、一部かぶってたらな。で、しかもそっちがさすがにちょっとなって思うんだったら同じものをあげる。だから色違いよくれってやつだ。トリプルとか言わないよね。トリプルです。あ、じゃあごめん、これは、うん、カラーリングしてあるし、うん、ねっていうのもあるんだよね。どうですか。カラーリングしてあるのもあるし、まあまあ素振りがもね、ここまでくれてね、うん、確かにこれもわかるがね、俺が言いたいこと多分さぞわかるだろうね。ね、君も赤いもの持ってるよね。なるほどなるほど。チミ。なるほど。確かにこれはありがたく受け取っとくよ。なるほど。受け取っとくっつか、ありがとう。ほう。君も持ってるよね、赤い何かを。どうしようかな。やっぱね、ウィンウィンで行きたいんだったらそうしないかな。分かろう。しかも俺は新品をあげよう。お、ごめん、俺は古い方をあげる。物々交換と行こうじゃん。プラス、僕はこれをもらう。なんか俺損しかしてない。ありがとうございます。はい。あ、今、インフィニティの、あれだね、スピードバージョンの。ワイルドワイバーンインフィニティールディングについてやつです。で、僕があげたのが、ビクトリーバルキリートリプルユナイトの。ありがとうございます。トリプルなくなったからちょっと困っちゃったね。ちょっと待って、どうしよう。ちょっと待って、本当にどうしよう。え、ちょっと待って。どうしよう、本当に俺もこっちトリプル2つになっちゃったから。おかしいおかしい。家帰りはトリプルあるけど、確かにあるんけ、あるけどね、あるんけ、あるよ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 、いろいろとあるよ、にんまり、まあ、とりまえ、とりまえ、とりまえ、わしおい。で、どうしたかな、今のうちにカスタマイズしたか。何そのダサい音。何そのダサい音。あ、ちっちゃいの使ったのね。そういうこと。倒せない。くそ、もう一回どんでやる。笑かすな。このシュールの感じね。ちなみにそのおかげさまでなんと、あんあん負けた。2代目、はい、バルキリーができました。あー、なるほど、青っぽいような感じのね。そして1代目はちょっと改造しました。いや、改造してない、そのまま。あ、そのままじゃない、ここだけ変わってる、変わってる、めっちゃ変わってる、うん、こんな感じ。おー、バルキリーどっちもトリプルじゃねえか。イエス。まあまあ後にね、粉砕してくれるから大丈夫です。てかさっきからさ、足にさ、ね、うにゃんってなんだよ、うにゃんって。足にね、うん、木が刺さってる。キッキッキッ。どう突っ込んでいいか分からない。キッ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 。いった。キッキッ。真面目に言って。さまみこ。で、ちなみにですね、まあ今回ちょっと長い尺となっちゃっていると思うんだけど、まあもうメインは最初に出してるんで、まあちょっとね、長引かせてもいいかなっていう。ちょっと待って、なので僕も未開封のシューター付きの、開けていきたいと思います。待って、本当にトリプルなくなったんでちょっと痛かった。だって顔がすっごい顔してたもんね。本当にどうしようになってた。マジかって顔してたもんね。ピフレットになってる。どうしよう。本当に、大丈夫ですか。大丈夫しか、大丈夫じゃない、問題しかない。え、これはこれで、まあ、え、これでやるしかなくない。あ、どうしよう。まいっ、うん、みんな、いいこともあれば悪いこともあるんだ。これが現実だ。違う意味で損しかしてない。まあいいや、これでいいんかい。そこマスオさんみたいにやる。イエン大丈夫。イエンって何。イエンってあの胃痛いやつ。痛いやつ、胃が痛いやつ。じゃあ俺も早速ちょっとね、なんか使おう、なんかやろう。で、このドライガー倒そう。どういうこと。いくよ。あ、いたねえ何、いろいろとダイレクトアタックしてくれ。